皆さんこんこにちはそれではですねただいまから受かる気の付きのです、ね、講座内容とその使い方ですねその講義を始めていきたいと思います担当します講師はですね受かる気ぃ付きを担当します昼町ですちょうどこの説明の中身っていうか内容はですね受かる気ぃ付きのオリエンテーションね そういういい内容にです、ね、なっているところであります受かる気鬱式というのはです、ね、直前期における気鬱式のです、ね、講座という,ふうなことで今日はです、ね、4つの観点からです、ね、まず、講座の中身 講座の趣旨目的からですね、受かる禁止式の講座の内容ですね、その説明をしていこうと思うんですね。ちょっとね、スライド見ていただきたいんですが、一つ目ね、何をやるべきなのか。結論的にはですね、本試験の場で本当に受験生の味方となる正確な知識の習得、 これを目指すのがです、ね、受かるキースキの目的なんですということなんですがこれはどういうことなのかといったらこうですよね、まあ、皆さん、知っての通りでね4月、5月、6月の3ヶ月間がですね、まあ、俗に直前期というふうにです、ね、言われる学習期間でありまして直前期の学習ねどんなふうに進めるのか。 と言ったら、えー、本試験当日から逆算的に考えてです、ね、何をやるべきなのかをです、ねえー、考える、えー、そういう学習内容をです、ねえー、やるのがです、ね、直前期ということなんですね。えー、本試験と当日、ねえー、受験生の本当に味方になるもの受験生にとって本当に、えーまあ、役立つものは何なのか。 と言ったらですね量は少なくてもですね正確な知識精度の高いね知識それこそがですねまあ受験生の役に立つんですというふうなことなんでね受かる期月ではですね精度の高い正確性の高い知識の獲得ねこれを目指していきますというふうなことになるわけですそしてスライド二つ目 その正確な知識の習得というのはどうやって実現するのかというふうなことで結論的には質と量は両立しないため学習対象を予想論点で大胆に絞り込んでこれを実現するんですというふうなことなんですがこれはこういうことですよね。 えー、生身の人間がやるのが受験勉強というふうなことなんでね、えー、残念ではあるけれど、えー、正確性精度と、えーま、量ですね、えー、これは両立をしないというふうなことになる。ね 両立しないんですから目指すのは精度の高い正確性の高い知識というふうなことなんで学習対象を大幅にです、ね、絞り込んで正確性を実現するというふうなことなんですね。 何を基準にして学習対象を大幅に絞り込んでいけばいいのかでありますけれどもこれはこうなんですよね、最も効率的な基準になるのはですね予想論点というふうなことなんでね受かる起立式ではですね予想論点を軸に大胆にですね 学習対象を絞り込んで知識の正確性を目指しますというふうなことになるわけでありますえ、そしたら三つ目ですねどう使うのか 受かる均一では予想論点をどう使っていくのかというふうなことですが結論的にはこうなんですね知識が使えるか否かが問われるんだから予想論点がどの事例でどう問われるのか予想問題の形で皆さんに提示をするんですというふうなことでこれこういうことですよね 卓一と記述の違いは何って言ったらね卓一は主に法的知識があるかないのか知ってるのか知ってないのかということがですね問われるわけでありますけれども記述ではですね法的知識を使って現実に問題を解決することができるのか知識が使えるか否かというのがですね問われるわけですよね。ですから予想論点を知っただけではですね 本当に問題を解くこととができるののかいったらです、ね、その保証はないだからどうするのかというと予想論点がですねどういう事案の下でどういう事例の下でどんなふうにです、ね、問題化されるのかどんなふうに問われるのかそれをです、ね、知らないと予想論点を使って問題を解くことができないというふうなことになる。 ね、だから、本試験同等の形式で予想問題として作ってそれを皆さんにです、ね、提供しますという,ふうなことになる。ね この良さはどういうことなのかといったらね今言ったように予想論点本当に使えるか使えないかという意味でちゃんと事案の中事例の中に溶け込ませてそれを位置づけるというねそういう良さだ,だけじゃなくてね結局、予想問題を解けるようにすれば。 予想問題が解けるようになればですね、それこそが直前期の均一の学習というふうなことで学習目標も明確だよね何やればいいのって言ったら予想問題がですね、全部解けるようにすればいいのだ、ね、そういうことになるわけなんでね、学習目標が明瞭になるというそういうメリットもですね、出てきますというふうなことなんですね。よって 4つ目でありますけれども4としてねどう鍛えるのか結論的にはコーチトレーニングの落差効果のために質量1.5倍の予想問題を不動産投機商業投機各3問合計6問取材しますよってことですね今解けるかどうかというふうなことの取材ではなくてですね本試験 それがきちんと解けるようにするためのそういう学習をで受かるでは目指しているんですという,ふうなことでこれはこういうことなんですよね。本試験現実に受けて経験なさった方はもう分かると思いますけれども本試験ってね意外と難敵なんですよね。一歩間違ったらですね結構、本試験って難しいなということで腰が引けてしまう。 えー、そういうような、えーまあ、中身でもあるんですね、えー、ですから本試験を恐るるに足りないよというそういう姿勢で、えーまあ、試験当日にです、ね、本試験に対してアプローチをするためにはやっぱり工夫がです、ね、必要になるわけなんですね。そその工夫それは まあ人間の高い順能力をですね前提にしたトレーニングね陸上なんかでは高地トレーニングってやり方がありますよね高度の高い様子に土地で持久系のトレーニングをすれば高度が低くなる普通の平地のト、ま、レ、あ 運動ではです、ね、もう息遣い、まあ、そういうものも含んで,です、ね、非常に楽に、まあ、試合をすることができる、まあ、そういうのがコーチトレーニングということでありますがその原理をです、ね、使っていこう、ね、ですから質量とも、ね、1.5倍程度の問題、ね、それを皆さんに解いていただくそういうトレーニングをです、ね、やりましょう。ですからね えー、皆さん、絶対勘違いしないでいただきたいんですが初見で、すらすらとこの問題が解けるなんていうことにはなりません、ねえーまあ、特に、えー、記述の問題がよくできるというふうに自負していらっしゃる方はです、ねえー、ショックを受けるかもしれない、ね、今、要するに解けますかという形で問題を出しているのではなくてです、ね、最終的にその問題が解けることによってですね 本試験が解けるようになる、ね、そういうための出題というふうなことでありますのでねだから、まあ、質量1.5倍のですねそういう問題を皆さんに解けるようになっていただくんですというねそういうことになるわけであります。 ね、まあね、少子の試験っていうのは一発勝負だよね、えー、全くトーナメント型一発勝負型のです、ね、試験というふうなことなんでね練習の時に百戦して100敗でも全く問題はない、ね、ただ、えー、1日の1回の本試験ね、えー、これにきちんと対応できればよろしいというふう なことなんてね、くれぐれもその点をですね忘れないようにしていただければというふうに思いますそしたら次にはですね、何をやるのかでありますけれども具体的な受かる機械付きのです、ね、講座の構成ですよねそれと使い方それを説明していこうと思うんですねちょっとスライドを見てください スライド1、2とありますけれども1の方が講座の中身ですよね分析予想講義というのがですね、1つ目の柱になってそしてもう1つ予想問題の演習というのがですね、ありますよね。講座の中身はですね、2本立てという,ふうなことになっている。 ね、まず、この分析予想講義というふうな部分についてです、ね、ちょっと説明をしようと思うんですね。まあ、さっきの説明の中にも出てきたんですが受かる記述式というのはです、ね、予想論点を軸にして大胆に学習対象を絞り込む。 そのことによって直前期に大事な知識の正確性を確保するそういう講座になっているわけなんですよね。肝心なポイントはです、ね、予想論点というふうなことなんですが三、まあ、皆さんの中にはです、ね、予想なんてできるのか。 というふうふやや懐疑的にですねこれを捉える方もいらっしゃるかもしれませんけれど私が考えるですね出題予想っていうのは実は誰にでもできるものなんですねそれはどういうことなのかっていったらこういうことなんですよ予想のための基礎資料として使うのは過去の本試験いわゆる過去問ですよね過去問をどんなふうに使っていくのかでありますけれども 記述の場合にはですねこういうふうにやるのが過去問の勉強の本質なんですそれはどういうふうなもんなのかといったらこういうことなんですよどういう論点がどのように出題されているのかねこれを私は出題の手口というふうにですね呼んでいるわけでありますこの出題の手口を分析把握する といいうののののがですね均一の過去問の使い方の本質だなぜこんなことに意味があるのかでありますけれども出題の手口をちゃんと把握していれば同じ論点に何度もですね引っかからない逆に言うと同じ間違いを何度も犯してしまうというのはですね出題の手口の分析把握がですね十分ではありませんというふうなことになる。ね、それとね えー、司法書士の試験というのは、えー、昭和54年に第1回の国家試験が行われました、ね、それ以前も試験がなかったわけじゃなくて認可試験だったんですね第1回が昭和54年そして、えー、令和3年去年まで、えー、全部で43回試験が行われて記述、えー、の問題は43年分蓄積されているわけでありますね ですからどういう主題傾向に今なっているかといったらですね過去問の焼き直しプラスアルファというふうなことになっているんでね基礎資料として過去問を使うしかも取材の手口を分析・把握するというのはですね非常に有効なそういうやり方というふうなことなんですよね。ただ、過去問というのはあくまでも過去のものなんでね。 えー、社会や経済、実務の動向変化によって果たして出題の手口がどういうふうな影響を受けるのか、えー、変わらないのか変わるのか変わるとしてどのように変わるのかそれを考えるのがです、ね、出題の予想というふうなことなんでね私が考える出題の予想ということなんで出題の手口さえきちんと分析・把握していれば 誰だってですね予想をすることができますそういう形で取材をそうするんですがただ一点だけやや難問があるその難問というのはどういうものなのかといったらこうなんですね試験員って基本的に10名いるんですけれども開業地も違う専門も違うキャリアも違っている、ね、司法書士の試験というのはですね 実務能力の基本を問うどういう司法書士にとっても共通すると思われる実務能力の基本を問わなければいけないそうすると社会や経済実務の動向といってもそれはたった10人の試験委員のそれではなくて。 えー、より多くの司法書士がですね、えー、関心を持つ、えー、社会や経済実務の動向というふうなことに、えー、なるしかないわけですよね、まあ、こういうのを一般性というふうに言いますどうやって一般性をですね担保するのかでありますけれども、うん、私はこう考えているんですね、えー、第三者の目を借りるべきだ、ねえー、第三者の目っていうのは何なのかというと登記、えー、の専門誌 その1年分の記事、ですよね1年分の記事なぜ要するに多くの司法書士のですね関心が集まるようなものなのかといったらそりゃそうですね、当期の専門誌といえども、まあ、雑誌を売らなければいけないわけなんでね多くの司法書士が関心を持つようなものを記事にするしかないのだ。ですから、まあの専門誌の 1>, ですね、1年分の記事というのはです、ね、一般性を担保するために十分使えるものになるはずだ、ね、これ前提に、ウカルはどういうふうに出題を予想しているのかちょっとスライドを見ていただきたいんですが。 当期専門誌の注目記事、ね、1年分の記事の中で特に試験委員がです、ね、問題を作りたくなるようなそういう記事をです、ね、ピックアップするそして、それについて過去問の出題の手口がです、ね、どうなっているのかを確認するそして、3番目にです、ね、果たして まあ注目、記事によって出題の手口がですねどういう影響を受けるのかという形で出題の論点をですね予想するというふうなことなんですねこの分析予想講義というのはですね今言ったように3段階、注目、記事そして出題の手口、予想これを体系だって説明するよと。 ねえーまあ、全く思いつきで、えー、予想をしているんじゃなくて、えー、予想論点をです、ねえー、明確に根拠付けるような、えー、そういう講義をしますというのが、えー、この分析予想講義の部分なんですね。そして、もう一つの柱になっているのは、えー、予想問題演習というふうなことで、まあ、これは先ほどもちょっと触れましたけれどもね。 えー、予想論点知ってるだけじゃダメなんですよね、えー、どんな事例の中でのよどのようにです、ね、それが問われるのか、ねえー、本試験同等の形式で予想問題として、えー、皆さんに提供をする、ねえー、皆さんはあこの予想問題が最終的に解けるようになる。 そういうつもりで,です、ね、学習をしていただければいい学習目標は予想問題が解けるようになることだというふうなことで直前期の学習を進めていただければよろしいというふうなことなんですねこの2本立ての受かる記事式なんですが使い方はです、ね、どういうものなのかちょっとまたスライドを見てください。 二として講座の使い方っていうのが出ていますよね。一の講義を聞いてから二の演習に学習を進めるのがですねスムーズな学習になる。 ねまあ、特に出、えーまあ、題、えー、予,想予想問題の演習はです、ね、講師トレーニングですから、えー、質量1.5倍の問題になっているので、ね、あらかじめあそうか、こういう形で予想された、えーまあ、予想論点が、えー、演習の対象になるんだなというふうなことが分かっていたほうがです、ね、スムーズに演習はできるよ、ね、ただね 何が本質っていえばですね予想問題を解けるようにするその勉強を通して直前期の記述の勉強をするというふうなことが本質なんでね予想問題をやってしまって,必要,に応じてね必要に応じてこの講義を聞いてもらうそういう時間短縮の学習でも決してですね問題はない。 ね、最終的に予想問題が解けるようになればそれでいいわけなんでねそういう形でこの講座ね使っていただければというふうに思いますそして念には念を入れてですね予想問題演習と演習後の学習のやり方 いや余計なおせっかいではあるんですけれども一応、その注意点もです、ね、説明していこうと思いますスライドを見てください1回目、2回目、3回目というふうに書いてありますけれどもこれこういうことですからね不動産投票三問商業投票三問合計6問予想問題は基本的には6問 質量1.5倍といえどもこの6問というのはです、ね、直前期に絶対終わる、ね、そういう分量を想定してのことでありますですからおそらく3回ぐらいはです、ね、やれるのではないかというふうなことで。まあ 先ほどのスライド、ね、1回目、2回目、3回目というふうなことになっているわけでまず1回目の演習ですけれどもこれ重要です、所定時間内に回答欄の全部を記載するということを目標に演習していただく、ねまあ、理由は簡単ですね、答案書かなければ合格は絶対にありえないのだ。 という事実をです、ねえー、直前期にです、ね、もう一度厳しく認識してもらう、ね、途中過程まで検討が進んでいてもそこは点数になりませんからねだから絶対に、えーまあ、時間内に回答欄を埋めるのだ。 えー、そのつもりで、えー、まず回答を書くそういう姿勢をですね、えー、3回の演習を通して、えー、養って、えー、いただきたいというふうなことなんですよね。えー、結局ね、ね時間がするに、えー、ない時にですねどうすれば時間内にデタ、えー、らめでも、えー、回答欄のすべてを埋められるのかこういうのがですねいわゆる戦術的な学習ってことなんです。 ね、いわゆる、えー、なんての法的な要するに学習ではないんだけれど、ねえー、試験にどう対応するかというこの戦術面のです、ねえー、工夫ですよね。 それは絶対に必要ななものなんですね何としても答案を作らなければ受かることできませんというふうなことなんでねまず最初の1回目の演習のときには、まあ、ともかく分に時間内120分の時間内に何としても回答欄全部埋めるつもりそういうつもりでね一つアプローチをしていただくそして、いわゆる戦術的な工夫のですね元にしていただくということなんですね。そしたら 演習を終わってその後の学習というふうなことでありますけれどもこの後の学習が本命ですよね要するに結果として問題が解けるようになればいいのでね予想論点がどういう事案の中でどのように問題になっているのかそしてどういうプロセスを経て問題を解いていけばいいのか。 解説を横に置いてです、ね、逐一それを確認するような形で一つ、まあ、演習後の学習をしていただきたいということなんですね。よくねそういうふうに学習したら問題を覚えちゃうんじゃないですかっていう人いるんですがそれでいいんです。 問題を覚えなければある面ではです、ね、時間の中できちんと問題を解くことができないわけなんで、ね、どういうふうに予想論点が使われるのかどんなプロセスで解きほぐしていいのかそういう形で1回目学習をしていただくということなんですね。2回目 スライドを見ていただいて2回目の演習、全く同じです、1回目と同じように、ね、120分の所定時間の中で回答欄全部を埋めることができるのか1回目よりも戦術面がです、ね、工夫によって改善されているのかどうかそれを検証するのが2回目の演習ということなんですね。 そ,してそのてその学習なんですけれどもスライドに出ている通おりねストロングポイントとウィークポイントが絶対あるはずなんでねなんでこれがストロングポイントになってなんでこれがウィークポイントになっているのかその理由をしっかり考えると同時にウィークポイントに関してはですねそれを補強するそういう学習を2回目にですねやっていただきたいということなんですね。そして えー、3回目、えー、ですね、えー、3回目以降というふうなことでありますがこれ大事ですもう1回目2回目と違ってですね、えー、3回目は、えー、時間無制限にして、えー、解けるまで問題にアプローチして頂い,いてよろしい。 ね、学習目標は受かれの学習目標は予想問題が最終的に解けるようになることというふうなことなんでね時間気にせずにあもうこの予想問題はこういう形で解,解ければ全部解けるんだなというのを実感していただければいい。ね やっぱりね自分が決めた勉強を最終的に全部やり終える達成感というのは、えーまあ、皆さん想像している以上に、えー、気持ちいいですからねこの気持ちよさこそが、えー、本試験での勇気につながっていくんでね。えー、3回目以降は えー、ともかく問題が解けるんだ解けるようになったんだというのをですね、えー、実感していただければ、えー、それでよろしいんですというふうなことになるわけであります。えーえー、最後にですね一、えー、1点この講座をですね受けますと、えーまあ、スライドを見ていただきたいんですが、えー、講座の受講者にはですね、えー、読むか、講問 年度別問題集項目別問問題題集集項目すべてですね PDF のファイルではありますけれどもですね参照することができますというふうなことになる。 ねまあ、先ほども申し上げたとおり拓、ね、一と違って記述というのは出題、ねえーまあの手口を分析・把握することが、えー、過去問を要するに学習することの本質ですなんてことを言いましたが読む過去問を見ていただければです、ね、その中身がわ、えーまあ、かります。 昭和54年から令和3年までなんでね全過去問を対象にしてしたですね過去問を参照することができますよ年度別も見ることができるし項目別も見ることができるのだねただただ皆さんねここ注意ですよ今要するに受かるってはどういう時間帯での学習かといったら直前期 とというなうなことなんでね、えー、まさに直前期のですね、えー、学習というのはどんどんと要するに、えー、学習する時間が、えー、なくなってしまうそういう、ねえー、ものなんですよね。ですから、えーまあ、受かる気付きの中には出題の手口の要素も全部盛り込んである過去もの要素も全部盛り込んであるのだというふうなことなんでね。 えー、よっぽど気になるもので、えー、ない限りはです、ねえー、過去問に深入りする必要はありませんただ、ね、いつでも見ようと思ったら参照 PDF ファイルで参照することができるのだというふうに思えばです、ねえーまあ、気が少しは紛れるというふうなことでもありますよね。えー、時間が切迫していいる状況なんでで、ねえー、そういう意味では まあ欲を出さないというのがですねこの最後のですね参考資料の使い方というふうなことになるわけでありますこの「軽き」付きというのはですねえ予想論点で学習対象を大幅に絞り込んでいますですから学習の負担が要するに少ないんですよね。 ですから今まで均一、えー、の学習で苦戦してきた方ね棋士改正のチャンスを与える、えー、そういう講座になっていると思いますし、えー、予想論点が的中するというふうなことになればですね一発逆転のチャンスね、えー、それが生ずる、えー、そういう講座でもあるというふうに思っています。まあえー、ぜひ皆さん、えー、一緒にですね、えー、合格を勝ち取っていきましょう。 終わります。